ケボーなかったらバス間に合わなかった。いやー、やっぱ こいつは重すぎ。で、こいつも重すぎ。ゴシ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 。ありました。ゴミ袋に入っております。はい、おはようございます。起きたてほやほやワッフルです。はい、ここはどこでしょうか。やばい、目が、あれ、トイレトイレ、やばい、足、あ、足思ったより重症。あ、目やばやば、何このタレ目やば、あ、やばいやばい、漏れる、あ、目がやば、目やばくね。あ、で、朝からスケートパークすご、誰もおりません。朝からスケートパークでございます。すごい。はい、というわけで昨日から愛知県のB&M スケートパークさんにいます。で、これが名物メインセクションですね。暗っ、映ってんのか分からん。結構高め、これぐらいです。あ、上に行くにつれて低くなってますね。でも見た目は結構ごついです。で、5段ステア、1,2,3,4,5,6 段ステア、ちょっと幅長めの6段ステア、いい感じです。こっから降りてプン、で、向こうに壁、 R 壁、バンク、でかい R、 てか R がでかいから、ここで滑ってたら R がうまくなる。で、向こうに北上ミニラン、ミニランだけど、今ちょっとでかいけど、あ、ていうか足、昨日はちょっと張り切っちゃって、これぐらいできますよみたいなの見せようとして、向こうで何やったっけ、ノーズスライド、Kグラインド50やって、5をやってる時に足ちょっとやらかして、そっからやばい、そっからさらにずっとぶっ続けで滑ったせいでやばいです。はい、皆さん、愛知県のB&M スケートパーク豊橋です。今僕がいるんで、よかったら遊びに来てください。以上、起きたてほやほやアフルでした。で、ニュートラル、あ、逆光、逆光ニュートラル、パキって、やば、あ、青い指、そう、足がやばい、足の効果マジでやばい。ここのライダーになったばっかりかなのハルトくんっているんですけど、めちゃくちゃ上手くて、でその子にこれぐらいできますよの滑りを見せたら、足やっちゃったっていう。朝やること掃除ぐらいしか聞いてなくて、何をしたらいいか分かんないけど、一応掃除しとこうかなっていう。ゴシ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 、やば、やばすぎ、目腫れすぎ。昨日こんな顔じゃなかったんですけど、寝る前、寝る前調子良さげな顔してたの。